デイビッド・ウェズリーは、アメリカ合衆国の元バスケットボール選手。テキサス州サンアントニオ出身。NBA のシャーロット・ホーネッツなどで活躍した。ポジションはガード。当初テンプル大学に入学、その後、ベーラー大学に編入した。1993年に大学を卒業するが、185センチメートル、92キログラムの小さな体格が災いし、 1993年の NBA ドラフトではドラフトされず株リーグの CBA で修行を積む93から94シーズンにニュージャージーネッツに入団60試合に出場するがローテーションに食い込めずオフに放出ボストンセルティックスに入団するセルティックスに移籍後は素質が開花特に移籍3シーズン目となった96から97シーズンには キャリアハイの7.3アシストを記録するなどチームの中心選手に成長した。シーズン終了後、シャーロット・ホーネッツに移籍。ホーネッツ移籍後もバロン・デイビス、ジャマール・マッシュバーンらと共にチームを7シーズン以上引っ張る。ホーネッツ8年目のオ4からオ5シーズン途中、シューターを必要としていたヒューストン・ドケッツに移籍。スターターに抜擢され、トレイシー・マグレディア、 よう、アキラのフォローをこなす。FA になっていた2006年オフ、クリーブランドキャバリアーズに移籍したが、そのシーズン35試合に出場、自己最低の平均2.1得点、1.0リバウンド、1.1アシストに終わった。チームは NBA ファイナルに進出したがウェイズリーが、プレイタイムを与えられることはなかった。2007年9月29日、セドリック・シモンズとのトレードで、 高熱に移籍した。10月29日、バーナード・ロビンソン、ミレイ・リッチ及び金銭と引き換えにニュージャージー・ネッツに移籍したが、11月1日チームから解雇され、そのまま現役を引退した。ありがとうございます。